こんにちは。前回の続きで律令完成のうちの括弧に地方完成について見ていきたいと思います。で、中央集権体制でありましたから、中央を前回やったんだけど、その中央からどのようにして地方を統括していこうかということで、まずは日本全国が細かく分割されました。今の都はどこか皆さん分かってますかね。710年に平城京に移ったんですけど、それで今畿内、その都の周りの都の周辺っていう、まずその大事なスポットを5つに分けました。場所に分かれた。で、その後に残りの部分っていうものは、道路がその中心からこうあったら、道路がいろんなとこに向かって出てるんですけど、この道路の名前が、道の名前がまず付けられて、その7つが東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道っていうんですけど、それで、例えば周辺の国々っていうのは、諸国は、それぞれこの七道に属するんですね。だから、東海道諸国とかって言うんですよ。例えば、ここに A っていう国があったら、この国を言うときには、ここの、道の、に属する国ですっていうふうに言って、そうやって、国を分割して管理していたんですね。そして、この中にさらに国っていうものがあるんですけど、その国の分割っていうものを見ると、まず国があって、郡があって、里があるっていう風な構造になっていました。そしてですね、この国、郡、里っていうものはすごい重要な区別なので、細かくやっていきたいんですけど、まず単位、そのどういう風な、人数とか地域とかの大きさで国分離が分かれてたのかっていうのが決まっているので、書きます。まず最小単位が個ですね。個っていうのは25人程度って書いてあるんですけど、いくつかの家族っていうふうに考えてくれればいいです。何個かの家族が集まって個になる、まず最初に。で、次に50個の個が集まって D になる。これがもう決まってます。グーになり、これかなり大雑把なんですけど、数個の群が集まったら1個の国になるよっていうふうに決まっていました。それでちょっと細かいことなんですけど、この里っていうのは後に8世紀の前半ぐらいになったら名前が改められて、郷土の郷って書いて郷っていう風に名前が変わりました。これ覚えなくていいんですけど、年号は717年に郷っていう風に里が変わったから、まあそれだけ別に大した違いじゃないんですけど、一応覚えておいてください。そしてその国分離っていうものをそれぞれ治めるトップの人間っていうのがいますね。その人たちの名前はかなり分かりやすくて、国のトップは国司、軍のトップは軍事、里のトップは里長、内
しは砂糖さで、これはその郷に変わってからは郷長っていうふうにそのままここを郷に変えるだけなんですけど、こういう人たちがトップに立ってそれぞれ治めていた。だから国司が一番権力があるわけですよね。国司の国の中に軍があって、その中に理があるから国司が、国の中では一番権力を持っていた。そして、先にちょっと国司軍事の説明に入る前に、用地っていう、その今見てたのは諸国の中での話ですけれども、用地っていうところには、例えば都の周辺だとかそういう大事なポイントにはさらに別にスペシャルな特別なそのポジションが置かれていて、でそこの人たちっていうものが仕事について、例えば そこら辺の管理とかをしていたんですね。で、まず、左京式、右京式っていうのがいて、これはこの字からわかるように、都の周辺の管理っていうものをしている、仕事。で、摂津式っていうのは、大阪、今の大阪の管理を、のあたりを、なんて言うんでしょう。取り仕切っていた仕事ですね。任職。で、大宰府っていうのは、皆さんご存知の通り、九州で、これは、呼ばれたぐらい重要なスポットとして九州で、太宰府というものがあって、それが何て言うんでしょう、九州の統括をしていました。そしてこれがまあざっと見て地方全体の日本の地方がどういうふうに管理されていたかっていうことなんですけど、さっき、言ったように国司と軍事の区別っていうものも重要なので、それについてもうちょっと細かく見ていこうと思います。一国の民政裁判を司るっていうのはいいですよね。国の中での政治を基本的に担っていました。そして、司るためにでございます。でここでポイントなのが、この後軍事との比較でやるんですけど、中央政府より派遣されるということですね。これをまずちょっとポイントとして一つ覚えてください。さらに任期は任期は6年で、後に、まあ、4年に短くなるんですけど、別に何年かっていうことがポイントっていうよりも、任期があるってことがポイントですね、むしろ。任期もあるよってことを覚えてくださいね。で、次に軍事なんですけど、入るかしら。国司と一緒だけど、国司のもとにあって、それで軍の民政裁判を司る。これと違いは、そのこっちは国の民政裁判、こっちは軍の民政裁判、そのままなんですけど、司って、
はい、さらにどういう人たちが任命されたかっていうと、旧国の都たち、在地豪族ですね、大化の改新の前からもともとその地元で権力を握っていた人たちっていうのが、軍事に任命された。だから国司っていうのはさっき言ったけど中央政府から派遣されたお役人なんですけど、軍事っていうのはもともと地元にいて地元で権力を握っていたような人たちが任命される。さらに終身官なんですね。だから国司は、任期があって、6年ないし4年経ったらもう交代しなきゃいけなかったけど、軍事っていうのは1回任命されたらもう一生そのまま、死ぬまで軍隊巡事をやるという、義務があったんですね。だからここの違いもポイントとなるので覚えておいてくださいね。そうしましたら、とりあえず、この前回の動画と今回の動画で、大宝律令の下での律令完成についてざーっと見ましたので終わりにします。